ご視聴ありがとうございます。うちょーです。今回の動画は初めてのレビュー動画になります。ご紹介する商品はこちら。XP ペンさんから発売されているアーティスト24大型液晶タブレットです。先に言っちゃいますが、案件では全くありません。案件ではないです。実は先日、その長年苦楽を共にしてきた相棒の液タブ、ワコムシンティック 24HD タッチに先立たれまして、新しいパートナーをね、探さねばならないという事態になってしまっていたのです。そこで近年話題になっていて、たくさんの絵描き YouTuber さんのレビュー動画でも見かける XP ペンさんはどうかなーということになったわけですね。XP ペンさんからは24インチ型の液タブが2つ出てるのですが、アーティスト24は今年の夏に発売された新しい商品です。もう一つ、アーティスト24プロというのが去年発売されているのですが、そちらは左右対称にこうホイールとショートカットキーがいっぱい配置されてて、その分本体サイズがアーティスト24より一回り大きくなっていて、液晶サイズや解像度は変わらないのですが、プロの方が色域が少し低いんですね。筆圧感度レベルは今では一般的になったと言ってもいい8192です。お値段の方、購入場所によっても前後するので大体でご紹介しますが、アーティスト24が約8万円、プロの方が約10万円です。この値段はこのサイズの液晶タブレットの中では破格のお値段ですね。安い。めっちゃ安い。ちなみに私のお釈迦になった相棒は当時の値段で約30万円ほどするものでした。といえば、どれだけ XP ペンさんのこの大型液タブの値段が安いかお分かりいただけるかなと思います。私はショートカットキーを左手デバイスに全て割り当てていたので必要なかったのと、あとやっぱ色域の差が気になっていたので新しく出た方を買ってもらいました。ではアーティスト24見て触っていきましょうか。私の家の室内環境がとてもお見せできるものではないため、開封した時の前景はうちの会社の社長の自宅で撮影をお願いしました。まあ動画でお願いしたんですけどね、使えたもんじゃなかったので静止画で切り抜きました。本体と別で白い箱が入っていて、その中にケーブルやら何やら付属のもの一式が入っています。本体の液晶部分には二重にフィルムが貼られていて、家電によく貼られているようなフィルムを剥がしたら、もう一枚テカテカのフィルムが貼ってありまして、ステップ2と、取って OK やでーと英語で書いてあるので、ここまでは剥がして大丈夫みたいです。そうすると、ややノングレアなフィルムで液晶を保護したこの上から書いて大丈夫だよっていう状態になります。画面の大きさ自体は 23.8 インチ。目安で A4 のコピー用紙と動画編集で使ってるロジクールのマウス MX マスター3を置いてみました。一度この大きさの画面を知ってしまうと、やっぱりこう作業領域的に大きければ大きい方がいいみたいな、全体を見渡しやすい自由度があって、私はこのくらいのサイズの液タブが好きですね。スタンドは背面に備え付けで、上にあるレバーを押して結構自由に画面の角度を調節できます。結構しっかりした使い勝手もよく、場所も取らないスタンドが備え付けられてるのに、本体全体の重さは約7キロだそうで、軽いです。だいぶ軽いですね。ちなみに私の前の相棒シンティック 24HD タッチは結構ごつめの台座がこう備え付けてありまして、総重量約30キロありました。めちゃくちゃ重いです。パソコンに接続していきましょうか。本体と一緒に入っていた付属物一式が入った白い箱の中には、それぞれの接続方法に必要なケーブルと説明書と保証書、ホルダーに入ったペン、クリーニングクロス、2本指グローブまで入ってました。公式サイトに記載されている同梱物通り全てちゃんと入ってました。液タブ側のケーブル接続場所は本体の背面に用意されてます。ケーブルを固定するための突起がついていってごちゃごちゃなりにくいし、目隠しのカバーも着脱しやすくていいですね。自分の環境で必要な接続ケーブルや接続方法は紙の説明書の方にもしっかり記載されていますが、ネット上でも公式サイトにクイックガイドのページが用意されてますし、説明は英語表記のようですが動画も用意されてました。私は MacBook Pro に接続するので USB-C のケーブルと、あと電源ケーブルの2本のみを使用しました。最近の液タブはケーブルが少なく済んでいいですね。
本体が接続できたらドライバーのインストールをしましょうか。ドライバーは公式サイトから Mac 版か Windows 版を選択してダウンロードできます。同じページの隣には紙で入ってた説明書の PDF 版を見ることができます。インストールの方法はガイドに従えば大体わかりますし、ネットで検索すればさらに詳しく解説してくださってる記事が結構ヒットします。私はセキュリティとプライバシーの許可項目のあたりで少しだけ手間取りましたが、問題なくインストールすることができました。ようやく書き心地を確かめられる一歩手前まで来ました。先ほどダウンロードした XP ペンデバイス用の設定画面を確認しましょう。ここの確認一番大事ですからね。画面エリアや作業エリアに問題がなさそうであれば、しっかりキャリブレーションしてペンとカーソルの位置ずれを調整しておきます。終わったらペン設定もしっかり見ておきましょう。本体にショートカットキーがついてないので設定変更の項目がシンプルに感じますね。ここでの最重要項目は筆圧感度調整でしょうか。デフォルトだとグラフが斜めまっすぐで柔らかくもなく硬くもなくな中間に設定されています。試し書きに入る前にペン自体の紹介も少し挟んでおきます。いささか汚くてすいませんが、上がワコムのプロペン KP503E で、下が今回の液タブに付属されている XP ペンのペンです。どちらも電池不要のもので、ペン自体の重さは 20g ほどですね。ボタンは上下に反応がある感じの2ボタン式で、ペン先は芯になる部分を取り替える仕様も一緒ですね。ただワコムのペンはペンのお尻の方が消しゴム反転になるような仕様で、そこからペン先の方まで遊びが結構あって、書いててカチカチペン先が上下する感じがあるのですが、XP ペンのペンは消しゴムに当たる部分がなく一体型なので、ペン先で感じる遊びもワコムのペンほどではありません。さすがにアップルペンシルほどの一体感はありませんが、ペン先が沈む感覚は限りなく少ないです。では試し書きしていきましょうか。使用ソフトはクリップスタジオペイントです。まず筆圧感度標準で試し書きしたのですが、硬さを感じまして、本来入れてるくらいの筆圧感覚で書けてない感じと、あとここですぐ線の途切れ感を感じたので筆圧感度を一段柔らかいにしてみました。柔らかいにしたら書いてる感覚と太さの感覚が大体あったので、私にはこのくらいの筆圧感度がちょうどいいみたいでした。柔らかいの2段階目も試してみたんですけど、そちらは逆にちょっとインクが出すぎみたいな柔らかさになってしまいました。まあそこはソフトと合わせての環境の違いにもよると思います。実際の手と画面をカメラで撮ってお見せしてないので分かりにくいんですけど、ペンカーソルの遅延や液晶を挟んでのペン先との視差もほとんどないですね。まあないと言っても、この大きさの液タブならほとんど気にならない程度しかないという意味のないです。画面の解像度は 2560×1440 までを選択できて、ドット感は全然しない綺麗な画面だと思います。ここからしばらく書き味を確かめるために線を書きまくったんですが、どうしても最初書き始めた段階からずっと拭えない違和感があったんですね。私は今までワコムさんの液晶タブレットを何年も使って絵を描いてきたので、比較対象がそれしかないので、どうしてもそこと比べちゃうんですけど、なんか書き塩梅がスルスルいかないなぁと。感覚の話になるので伝わりにくくて申し訳ないんですけど、重たい感じがしたんですよね。その機械として遅延を感じて重いとか、その動作とか挙動が重いとか、そういう類のものでは全くないんですよ。むしろそういうものは XP ペンさんほとんど全く感じないんですけど、その単純に書いてる感覚としての重さをちょっと感じてたんですね。それで私はこの原因として、もしかしたら前の相棒より画面自体の解像度がぐんと上がったからなのかなとか、筆圧感度レベルも4倍に上がっていたので、そういうところで性能差の違いに私が慣れていないのを重さとして感じてるんじゃないかと思ったんですね。なのである程度慣れれば感じなくなる違和感だろうと思って、その後とりあえず1週間ほど使用してみました。で、結果というか結論なんですが、違和感の正体は私の勘違いでも性能差の違いから来る私の不慣れさのせいでもなく、ワコム機と XP ペン機での検知可能最大筆圧の違いにありました。さすがに使ってる間にですね、慣れの話じゃねえなと思って調べに調べまくったんですけど、検証して記事を書いてくださってるイラストレーターの先生がいらっしゃいました。
ご迷惑になると良くないのでさすがにお名前はあげませんが、検索すればページ自体はすぐに出てくると思います。私が自分で検証して詳しい数値を機械で出したというものではないので、どういうことかというところだけ説明させていただくと、 XP ペンのペンは検知可能最大筆圧がワコムペンの半分以下しかないらしいんですよね。なのでワコムペンを使用していた時より絶妙に書き心地に重さを感じてたのは、 XP ペンのペンの方が軽めの荷重でも最大筆圧と感知されてしまうくらいに検知可能最大筆圧の数値が低かったからなようで、でも低い筆圧を検知する値はほとんどワコムペンと変わらないくらいだし、傾き検知についてもほとんど遜色がないです。なので XP ペンさんが使い物にならないほどに性能が低いという話では全くないし、 XP ペンさんしか使ったことない方や発液タブがこれという方はそもそも不都合に感じることもありません。私もワコム製品をずっと使っていたからこそ比較対象があって初めて違和感に気づいたくらいのものです。実際に違和感も持ったままでもこれくらいのイラストだったら書き上げられるくらいには全然書ける性能の液タブです。喋ってて伝わってるか不安な程度に自分で完璧に理解しているわけじゃないんですけど、私の違和感を納得づけれる説がこれだと思ったので記事から言葉を借りて説明させていただきました。もっとしっかりした数値的な話で内容を理解したい方は、私が参考にさせていただいた記事を検索で探してみていただけると意味がわかるんじゃないかなと思います。ではレビューをまとめさせてください。今回購入して使用してみた XP ペンアーティスト24、良かった点は同サイズの液タブの中でも破格の安さ。このサイズのこのクオリティの液タブをこの値段で販売しているところは他にいないと思います。次、角度調節が簡単な邪魔にならないスタンドがめっちゃいいと、スタンド付きでも軽い。スタンドに関してはもう尋常じゃないくらいの気に入り方です、私的に。次、ケーブル接続部分が小スペースでいい。小スペースゆえに目隠しのカバーが小さくて着脱させやすかったのは本当すごく高ポイントですね。次、2本指グローブついてくるの嬉しい。こういう付属品の心遣い嬉しいですよね。こんな感じでしょうか。初心者の方でいきなり液タブ24インチサイズに手を出すなんてことはまあほとんどないと思いますが、他の低価格液タブを使用している方や XP ペン製品の愛用者の方で大型液タブを検討している方には手も出しやすい値段ですし、十分な性能を持ったコスパ最高な機械なんじゃないかなと思いました。ただ私的に本当に致命的な点として、その私が違和感として感じてしまったワコムとの性能差、本当にただ1点ここだけですね。1週間使ってそこは慣れることができなかったし、そのせいで細かい線画作業や塗り作業には結構ストレスを感じたくらいには書きにくいなと感じる唯一の問題点でした。画面の発色も他に引けを取らないくらいいいし、何よりスタンド部分めっちゃ気に入ったので残念ではありますが、まあ他社の同サイズ液タブと比べてもこの値段の差ですから、そこら辺はしょうがない点なのかなとも思います。わざわざ両方使って比較してみないとそもそも気づかない点ですしね。さて今回のレビューいかがだったでしょうか。商品の大きさから需要的なところもあって参考にできるものだったかはまあ分かりませんが、久しぶりにメイキング以外の動画頑張ったので高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。普段はイラストのメイキング雑談動画をアップしたりしているので、チャンネル登録、ツイッターのフォロー、ぜひよろしくお願いします。